901型総合補給艦は中国人民解放軍海軍の補給艦の艦級。NATO コードネームは福広氏型。西側諸国では高速戦闘支援艦として扱われている。人民解放軍海軍では2000年代初頭に903型総合補給艦2隻を建造していた。その後、 2008年より開始されたソマリア沖海賊対策部隊の派遣を通じて、洋上補給能力を強化する必要性が通感されたことから、2013年より、さらに改良型7隻が追加建造された。またこれと並行して、来たるべき空母戦力の整備に備えて、2010年頃からすでに、その後継艦についての検討も着手されており、2011年には、 中戦重工第708研究所において設計が開始された。これに基づいて建造されたのが本型である。第708研究所での設計にあたっては、アメリカ海軍の高速戦闘支援艦であるサクラメント級及びサプライ級が参考にされており、同研究所の対外成果報告書では、空母機動部隊に随伴して、遠洋での海域コントロール及び、 エ用作戦能力の保証を強く意識して設計されたことを強調している。この結果、満載排水量48000トンと 903.903A 型の2倍近い大きさとなった。機関は075型教習揚陸艦と同系列で、先制ピルスティック 16PC2 から6バイトディーゼルエンジンを4機搭載し、減速機を介して2軸を駆動するコダット 方式とされている。ただし、例7号型は、船体後半部にウェルドックを有するのに対し、それを持たない本型では、方形係数が減少している分だけ高揚性、高速性が向上していると見込まれており、この機関構成でも、最大25ノットの速力を確保できるものと推定されている。またこのほか病院船機能や、工作艦機能も充実している。 並走としては、H-PJ-1330 ムシープリングウィズズ4機が搭載され、347G 型火器管制レーダー2機によって完成される。また、センサーとしては、対空対水上捜索の360型レーダーと、低空警戒用の364型レーダーを備える。ありがとうございます。